皆さんおはようございます。とうこです。今は朝の5時ぐらいですね。すごく早朝なんですけども、今からイギリスに向かいます。で、今日の動画は私の自宅からイギリスに到着するまでをご紹介していきます。はい、でこちらが持ち物なんですけども、白のスーツケース、サムソナイトのものなんですけど、すっごい軽くて、特に女性の方におすすめですね。でこっちの左の茶色が、これもすごい軽いです。でこっちは機内持ち込み用ですね。であとこのリュックなんですけども、これ最近買ったんですけどね、柄がティーネイジャーみたいでちょっと恥ずかしいんですけども、失礼しました。ちょっともう取り直してる時間がないので、このまま行きます。はい、でこのループがあるので、させてすごい便利ですね。はい、では今から空港に向かいたいと思います。無事空港に着きました。今関西空港にいます。私の住んでいる関西からは直行便がないので、必ずどこかで乗り換えないといけないんですけれども、今回私はアシアナで行きます。で、9時に関空を出て、インチョンまでが2時間ですね。その後3時間半の乗り継ぎがあって、こちらで12時間20分をかけてロンドンまで行きます。ちなみによく値段を聞かれるんですけども、今回アシアナで65,310円、片道ですね。往復だったら10万円から11万円ぐらいでした。で最終目的地がウェールズなのに、なんでわざわざロンドンに降りるかっていうと、ただ単にチケット代が安いからですね。やっぱりロンドンに発着する便っていうのはウェールズに比べて圧倒的に多いので、安いチケットが手に入ります。でもしウェールズに直接行く便で安いチケットがあれば、そっちの方がいいです。ただ今回は私は一旦ロンドンに降りて、ロンドンからウェールズに行く旅費を入れたとしても、こっちのチケットの方が全然安かったので、ロンドンに行きます。ここのゲート15の近くにあるキンパ屋さん、すごい美味しいんですよ。私韓国で乗り継ぎするときはいつもここに寄ってキンパを食べていきます。